塩タン。好きな漫画、そう、スラムダンクですね。なんかいろいろしてくれる人がいいですね。僕朝起きれないんで起こしてくれたり、そういうのめっちゃ助かります。そうですね、昔僕はスペシャルフォースっていうゲームをやってたんですけど、まあそこの友達がリーグオブレジェンズにを一緒にやらないかみたいなことを言ってきてくれて、そっからですね。それやっぱり、5人でやっぱ協力し合って相手に勝つみたいなとこが一番楽しいと思います。前のゲームで、アパチャイっていう名前を使ってたんですけど、そのアパチャイっていうのは、漫画から取って、でまあその何かしらにメインをつけるのが流行ってた時期があって、僕らの中で、でそこでアパに面をつけてアパ面みたいな定着させていた感じ。ライバルチームはやっぱりランページですね。ライバル、意識してる選手は特にいないです。やっぱり強いですよね。やっぱりジャングラーのプレッシャーを、まあ、自分ミッドレーンなんですけど、ミッドをやっててすごい感じるんで、なんか他の敵やったらもう1対1さえ勝てばいいみたいな、結構簡単なレーニングが多いんですけど、もう常に2対1を背負ってるような、そういう印象を受けますね。いつもやっぱりフェイカーですよね。それと一緒で SKT がやっぱり目標ですね。そうですね、やっぱりチームに入ってロールが固定されて、まあそこでなんか上手くなっていくような感覚はありましたけどね。そんなもんです。そう、昔はトップだったんですけど、やっぱなんか案外トップレーナーって日本に多くて、でミッドレーナーってあんまいないんで、なんか僕がやれみたいな感じみんな言ってて、ではミッドに移ったわけで、も初めは結構不安でしたけど、まあなんだかんだそうですね、やっぱ練習して上手くなったら一番ミッドが面白いかなと思ってきました。ゲームに影響力があって、LGL を優勝して NLB で結果を残したいですね。いや、すごいことだと本当に思いますね。昔は別に何やろ、 JCG やらを優勝しても特にその後の道っていうのはなかったんですけど、ほんまに LJL とか最近の大会はもう勝てば未来につながるんで、すごいいい環境だと思います。そうですね、じゃあまずサポートのリールベルトから。リールベルトは SF の時からの知り合いで、まあ初めはなんか僕より先に始めたんで、いろいろ教えてもらうことも多かったんですけど、そうですね、 AD キャリーのリキピーとめっちゃ仲良くて、試合中になんかいつもイチャイチャしてますね、あの二人は。ちょっと怖いっす。で、AD キャリーのリキピーは、まだ多分1年もやってないぐらいのプレー期間で、で、なんかそれでダイヤ1になって、すごいセンスのあるプレイヤーで、で、リールさんの話にもまた行くんですけど、もともとリールさんはミッドをやってて、そのリキピーが僕らのチームに入るっていうことで、なんかそのリキピーが大好きすぎて
その一緒にデュアボットやってくれよみたいな、そっからミュウさんサポートでリキピが AD でみたいな、そんな感じですね。あとレインス、チャングのレインさんは僕が PA でレインさんがランページの時からまあまあ関わりがあって、なんか結構相談し合う仲やって、でまあそんな感じでレインさんもなんかランページであんま試合出れなくて、でまあ PA にまあなんか新しいチーム作ろうみたいな言われたんですけど、まあ僕は PA から抜けられんからみたいな、でじゃあ PA 入ったらええやんみたいな、来てくれた人ですね。でコグ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 はなんかもうフレンドにおったトップレーナーっていうだけの感じですね。本当になんかフレンドにいたトップレーナーとりあえずチーム誘おうかなみたいなんで、一番やっぱ C なんで結構上の方におったから、それで読んだだけのやつですアルフォードさんはそうですね、僕が一番初めにミッドになるって時にトップレーナーがいないってなったんで、まあいろんなとこで経験もありますし、アルボーさん入ってくれへんかみたいな、ね、であとアルビス、アルフェリス、まあ SF の時からの中で、で結構本当に僕が初めて1ヶ月とかいうレベルの時に教えてくれてたプレイヤーで、まあまあ今ではいいおっさんみたいな感じで、結構外から頑張ってくれてる感じですね。アパニキは日本一です。